こんにちは、工場長です。今日は原宿に新しくできたスクイーズショップバニーズカフェの購入品紹介をしていきます。可愛いものがたくさん置いてあるお店で撮影許可をもらえたので少しだけ撮らせていただきました。もともとはサンフランシスコにあるお店だそうで、店内には輸入商品がたくさん並んでいて、スクイーズも初めて見るものばかりでとても楽しかったです。そしてなんと日本でまだ未発売の LOL もたくさん売っていました。そしてお店に行ったらぜひ入ってもらいたい、いちごがたくさん詰まったお風呂もとても気持ちよかったです。工場長のチャンネルということで、バニーズカフェでいろいろと買って帰ってきました。今日はこちら購入品紹介やっていきたいと思います。でピンクと白い袋に分かれてるんですけど、こっちの白い方がバニーズカフェさんで今限定で何個か販売している福袋になります。結構な今回ね量があるので、福袋はまた別の動画で開封していきたいと思います。で今回はこっちの自分で選んで買ったものの方からご紹介していきたいと思います。もうね全部可愛くてね、すごい悩んでとても誰よりも悩んでたと思います、お客さんの中で。まずどれからいこうかな。なんかねスクイーズだけじゃなくて海外の輸入おもちゃが置いているっていうのもとても魅力だと思います。しかも今日本では売っていない海外の新商品の LOL 新しいシリーズとかが置いてあるから、輸入して買うとやっぱり若干値段が高くなってしまうじゃないですか。なのでそれを少し抑えて買うことができるので、ぜひよかったら原宿のバニーズカフェ皆さんも行ってみてください。ということでまずスクイーズの方からご紹介していこう。まず一つ目こちらです。ジャンボアイスクリームシリーズのユニコーンちゃんです。でこちらはバニーズカフェのスクイーズです。うわーめっちゃ可愛いし、すっごいモフモフ、もう重みがやっぱりいいですね。たっぽっとしたような重みがあって、このアイスクリーム部分はスルスルしてて、で少し下がったこの部分ガタガタしつつもスルスルした触り心地でとても気持ちよいです。アイスクリームシリーズ他にも種類があって、どれにしようか迷ったんですけど、私はこちらのユニコーンちゃんを選びました。ちょっとギュッとやっていきましょう。うわ低反発、マシュマロみたいですね。柔らかくてふわふわです。わあこれいいわ。ゆっくりゆっくり戻ってくるタイプです。で香りはフルーティーな香りがします。だからめちゃくちゃ甘いというよりは少し爽やかな果物、まあ、果物の中でも桃とかマンゴーとかそのあたりの香りがします。続いてこちら、じゃーんめっちゃ可愛くない、クマさんのメロンパン、レインボーメロンパンです。そしてこちらもじゃーん、クマさんのメロンパンの色違いバージョン、もうどちらも可愛いですね。これもすごいわ、ふわふわ、ふわふわだわ。わ、柔らかい。ぺちゃーんってやったらね、ほんとぺちゃーんってなっちゃう感じ。すっごい柔らかいです。そしてすっごい低反発です。そして香りは甘い香りがします。甘いミルク系っていうのかな。優しい甘い香り。これもいいね。触り心地がサラサラです。まあ、どっちも同じような触り心地なんですけど、香りが全然違います。こっちの方はチョコっぽい香りです。いや、これもいいですね。もう本当に、本当可愛い。めっちゃ可愛いね。
そして続いてこちら、じゃじゃーん、私の大好きなパイナップルのスクイーズ。もうこれ見た瞬間即買いました。っていうかこれを一番最初に私はカゴに入れました。色合いがさ、黄色だけでない色使い、このピンクとか緑とかが混ざった感じ、さらにパイナップル感を増してくれますよね。で結構分厚いので握りごたえがあります。なんか赤ちゃんのほっぺをプニ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 触っているような心地よさです。で香りは最初のユニコーンアイスクリームみたいな、ちょっとトロピカルな爽やかな甘い香りがします。ということでパイナップルスクイーズでした。続いてこちら、ユニコーンちゃんのスクイーズ。袋から出すとこんな感じです。この縦髪の少しパールがかってる感じがいいですね。あとこの耳ハートマークになってて、これも可愛いです。これだったら今までのとはちょっと違って、もう片手でギュッギュギュッギュできるから、右手でなんか作業しながらこっちではギュッギュギュッギュ潰して気分転換をできるみたいな、そういう風にやってもいいのではないかと思います。香りもほんのり甘い香りがついています。で名前がキャンディーコーンシリーズなんだね。キャンディーコーンシリーズのユニコーンちゃん、これもいろんな色がありました。続いてこちらのうさぎちゃんです。これはバニーズカフェの看板にもなってたうさぎちゃんで、だから結構メインキャラクターなのかなと思っております。片方の耳がこうやって垂れてるのも可愛いですね。そしてここのリボンのところに丸カンがこうやってついてるから、キーホルダーにすることもできます。今までのより少し押しごたえがあって固めのスクイーズで、若干戻りも早いかな。香りは甘い香りがします。そして袋の中にボールチェーンも入ってました。だからこれをここに通してそのままキーホルダーにできちゃいます。そして次はこちらです。ボンボンシリーズって言って、なんかタイのモデルさんのペッパーチャチャさんっていう方がデザインしているスクイーズだそうです。で数量が限られてて、どこかにねシリアルナンバーが書いてあって、だからちょっと特別感がありますよね。これだ、これここにシリアルナンバーが書かれています。なくなり次第本当に手に入らなくなってしまうから、もう欲しいなって思った方はぜひぜひ買ってみてください。私もちょっと数量限定とかそういう言葉に弱くてついつい買ってしまったんですけど、触り心地もめちゃめちゃいいんですよね。食パンの形の可愛い顔が書いてあるスクイーズです。サイコロ型で分厚いから、これも握りごたえがバッチリです。かなり低反発です。続いてはこちら、見ての通りダダンバナナです。この緑から黄色になるここのグラデーションがとても綺麗ですね。本物のバナナみたいです。そしてここにはよくバナナに貼ってあるシール、これも剥がすことができるのかな。ちょっともったいないので剥がさないけど、剥がれますね。結構残りますね、押した後。で香りはさっきのウサギとかと同じく甘めの香り、バナナの香りではないです。そしてスクイーズ最後になります。こちらバニーズカフェのマカロンのスクイーズのキーホルダーです。中のクリームもちゃんと白く塗ってあって、ここのマカロンのボソボソ感もしっかりと再現されています。そして触り心地が若干固めの戻り早め、多分キーホルダーは全体的にこういう触り心地なのかな。さっきのこのうさぎちゃんと同じような触り心地です。まあ、カバンとかにつけて歩くんだったらちょっと丈夫じゃないとねすぐ壊れちゃうから、これぐらいの触り心地が良いのではないのかと思います。そして香りが今までのとちょっと違って、焼き菓子みたいな少し焦がしバターを足したような香ばしい香りがします。そして最後スクイーズじゃないんですけど LOL、 まだ日本で売られていないやつをいくつか買ってきました。このグリッターシリーズっていうのと、クリスマスのオーナメントになりそうな紐のついた銀色のピカピカしたシリーズ、ブリングシリーズっていうのかな、そういうやつと、あと私ずっと一回開けてみたかった LOL ペッツ、この3種類買ってきました。こちらはまた違う動画で開けていきたいと思います。そして最後こちら、飲むぬぬ飲むのむず、飲むのむずっていう可愛いお人形さんが入ってるやつで、これねただのお人形じゃなくてちょこっとしたサプライズがあるみたいです。これもま
た別の動画で開封していきたいと思います。ということで今日はバニーズカフェで買ってきたスクイーズとおもちゃの購入品紹介やっていきました。で今回紹介したのは本当お店の一部なので、ぜひ原宿に行った時にはバニーズカフェさん寄ってみてはいかがでしょうか。でそしてこっちのスクイーズのラッキーバッグはまた違う動画で紹介していくので、そちらもよかったら見てみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。